こんばんは、伊沢酔咲夜でございます。普段は高魔館でメイド長をしております。今宵はフラン様495歳を記念した余興の一つとして七五三ごっこを行っております。ささフラン様似合いすぎてる。その服なんですか、西洋生まれで和風なんてね。千歳飴持って写真撮ったらララララ、これは危ない、我慢できない、抑えきれない、怒られちゃうから、責任どうすればいい、叫んじゃいそう。私ども西洋の執事なものですから、このようなはそう楽しむ機会も多くはありませんで、フラン様のあまりの可愛さに前後不覚に陥ってしまいましたこと、謹んでお詫び申し上げます。さて気を取り直して、次は主賓の登場です。ささお嬢様可愛いすぎてる。その顔なんですか、不安な表情が表に出ています。思いつきで始めたらルルル、これは危ない、我慢できない、今すぐにでも飾りつけるぞ。素敵似合いすぎです、直視できない、声に出してでも光景は。